風祭りゆきは日本の女優。本名は長谷部さより。東京都出身。夫は映画、ドラマの作曲家、編曲家である長谷部徹。日活ロマンポルノの黄金期を支えた女優の一人。その後、一般映画やテレビ、舞台に活動の場を広げ、演技派女優として活躍した。株式会社グッドラックカンパニー所属。 東京都立と山高等学校卒業。武蔵野音楽大学生学科卒業。1973年、ネット、非常のライセンスで、吉田さよりの女優名で、一般女優として、芸能界デビュー。音大卒業後の1977年、新藤兼人監督の映画、竹山一人旅で、映画デビュー。以後3年間、本名で、芸能活動を続けた。 1979年、日活から、ロマンポルノへの出演依頼があったが1年間拒否し続けた。しかし、巨匠である映画監督、大島渚監督に説得され、ヌード場面のある映画に出演することを決断した。ロマンポルノ出演時には、大島渚関係のプロダクションに所属しており、悩んでいた彼女に対して、大島監督は、ああいう仕事っていうのは、 女優っていうものがいかに肉体労働者であるかっていうことを実感するその最たるものなんだから軽く考えて体操だと思ってやってきなさい。何より一本の映画を背負う主役をやるということは一度は経験しなきゃね。傾向となるも牛語となる中でですよ。と後押ししたという。2001年のトークショーで風祭り自身が解雇していた大島渚監督は 映画、愛のコリーダの関連本の写真がわいせつ図画に当たるとされたわいせつ裁判の被告だった。風祭りゆきがポルノ転身を決断した直後、当時非常に人気があった SM 映画に出演する話も出ていて、風祭り本人も迷っていたが、日活の幹部から、君は体がキャシャでおっぱいが小さいから縛ってもダメだと言われ、SM 映画には出演しなかった。 6年間の一般女優生活を経た1980年、風祭りゆき名義で、日活ロマンポルの作品、赤い通り雨で主演デビュー。以来、スレンダーな肉体と美貌を生かして、主演として、妻たちの生体健父の目の前で、今、助教師汚れた、放課後、美姉妹を貸す、地熟の部屋、性的犯罪など、また助演として、後から前から、犯され死願。 マダムスキャンダル10秒死なせて、暗室、武蔵野真中など、家作、名作に多数出演した。小原浩雄、小沼正、西村昭五郎、武田一世といった、ロマンポルノの監督たちの作品ばかりでなく、中原春、西洋一監督の初期作品にも出演している。一方、セーラー服と、機関銃、伊賀ン包丁、十回のモスキートなどの一般映画や、 刑事よろしく、波の盆といった、テレビドラマへの出演も続けた。ロマンポルノ終了の年の佳作、ラストキャバレーへの出演を最後に、一般映画、テレビ、オリジナルビデオ、さらには舞台を女優活動の中心として、演技派の美人女優として活躍した。舞台は、山本陽子公演、杉良太郎公演など多数出演している。2000年には、ロマンポルノをめぐる、 ドキュメンタリー作品、サディスティックマゾヒスティックに、また2003年には、クエンティン・タランティーノ監督に壊れて、キルビルに出演している。スクリーンでのイメージとは異なり、活動的で男勝りの趣味も多く、車の運転やクレー射撃、カメラなどを足しなんでいる。また Mac や Windows のスキルが高く、女優仲間や映画監督の家にパソコンを教えに行ったり、 インターネットや LAN の設定をしたり、ウェブサイト作成をしたりという一面もある。さらに自動車関連団体のウェブページの作成、管理もしている。近年は愛犬を連れて各地のドッグショーに参戦している。今までに大型狩猟犬の高級犬ボルゾイを合計6匹飼ったことがあり、2010年代もボルゾイを2匹飼っている。ドッグショーに参加することが多く、優勝を目指して、 日々犬たちの訓練に励んでいる。親友は、女優、朝日奈純子。以下の出演リストは主に所属事務所のプロフィールによる。他多数、ありがとうございます。